初めは、まあ、何をテーマに書くかっていうのをまず決めなきゃいけないなと思ったので、うん、今回は総選挙のシングルということで、うん、1位になったモバイルちゃんの思いをこう気持ちを歌にできたらいいなと思って、うん、モバイルをテーマに書きました。だからまずはモバイルが総選挙のスピーチで何を言ってたかっていうのを日本語訳していただいて送ってもらったんですよ、うんうん、でそっから作り始めたし、あとプラスでモバイルちゃんに20個くらい質問して、うんうんうん、なんか好きな色とか好きな花とか、うん、あと今までで一番辛かったこととか、今までで一番楽しかったこととか、うん、一番仲のいいメンバーとか、なんかいろんな質問して、うん、それをヒントに今回歌詞を書き上げさせていただきました。もう難しすぎて、うん、初めてレッスン場に寝泊まりをしましたね。振り付けっていうのがこの AKB 人生11年させてもらってるんですけど、初めての経験だったので、今まで振り付け師さんがどんだけ大変だったかっていう気持ちも分かったし、だからなーちゃんのその思いを汲み取って振り付けに当てはめなきゃいけないっていうプレッシャーもあったんですけど、完成した時はすごいやっぱ感動したので、でもちょっとなんかプレッシャーはやっぱ大変でした。AKB 界隈では有名な振付師の方々と一緒に作ってたんだよねそうだから心強かったけど、やっぱ自分一人だと難しいなっていうのがありましたね。初めての作詞だったんですけど、まあもともとデモ音源、音源は来てましたし、そのモバイルちゃんが1位っていうのも分かってたし、だから書きやすかったですね。何にもテーマがないところから作るのは難しいけど、しっかりモバイルのために書くとか、そのメンバーのみんなが前向きになれるような明るいアイドルソングを書きたいなっていうテーマがあったので、結構すんなりすぐ動けたよね。でゆうちゃんにすぐどうって送ったりして、そう確かに LINE で送って、でももっとこっちの方がいいんじゃないとか助言もらったりして、ね、やっぱこうメロディーが決まってたから、そこに気持ちよくハマる言葉ってなんだろう、言葉数が決まってるせいで、うんうんうん、うまくハマらない時があるんだよね。あった。それをうまくこう一つ一つはめていくのが大変でしたけど、でもすんなりいきました。進め方はまず初めて知ったんですけど、サビが肝心らしいんですよ。あ、まあね、一番キャッチーな部分だからね、サビ。なんかサビの中でどの振り付けをこの曲のメインどころにするかっていうところを先生たちに教えてもらって、だからイントロとかでモバイルの M だったり、そのなんか電話のモバイルっていう方のキャッチーなところも入れつつ、他の曲にはない振り付けの形を探すのが大変ではあったんですけど、割とこう深夜テンションでこれいいんじゃないみたいな感じで、なんか考えついたものが意外と形になかったものだったりするので、意外と何も考えない方がいいんだなってことが勉強になりました。どこだ、でもこの曲ってすごい前向きな曲だから、その総選挙16人に選ばれてない子たちにもぜひ歌ってほしい。わかる、いろんなメンバーさんに歌ってほしいし、この曲はその自分を信じて応援してくださっているファンの人とか、自分の周りで支えてくれてるメンバーさんだったりとかっていうみんなへの感謝の気持ちを込めて作った曲なので、たくさんの方に刺さると思うので、この曲を大切に歌い継いでいってくれたら嬉しいです。コップンターン。